まずはドラゴンズの先発小笠原が名古屋ドームのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、横っ飛びで掴み取った、ファインプレーが飛び出しました。いいプレーが出ました、ファインプレーです。赤星さん、今のプレーいかがですか。いや、素晴らしいの一言ですね。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、バッター打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。バッターは2番に入っている中野。まずはワンアウトを取っています。今のファールの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っているかもしれませんね。三振になります。バッターボックスは3番森下。ツーアウトランナーありません。インサイド変化球決まっています。この球は外れています。打ちました、ピッチャーゴロ、取りました。一塁アウト、スリーアウト。2回になります、タイガースの攻撃。バッターボックスは4番大山。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。三振です。まず1つアウトを取りました。打順は5番コージー。小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上小笠原、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。6番バッター佐藤。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。この球は外れています。ボール先行です。打ちました、サードゴロです。サード取った、アウト。小宮山さん、どうでしょう、2イニング投げてみて両投手ともに無難な立ち上がりに見えるんですが、いかがでしょう。まあ、そうですね、両投手ともに不安な部分であったんですが、うまく抑えましたね。この調子で投手戦を期待したいですね。確かにその通りですね。低めはボール。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックス木浪。小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は何から入ってくるか。引っ張った、ファーストが取る。ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、先発の西がバッターボックスに入ります。まあ、ここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。ボールになります。バッターから遠いところ空振りになります。ワンボールツーストライク。ファウルになります。三振を取りました。スリーアウト、チェンジ。この回タイガー